劣化版明石元次郎。先週から本編の更新に戻っていくということで、まあちょっと先週1本だけね本編の更新をしたんですけど、今回はまたちょっと急遽予定を変更して、アメリカの人種差別デモ、これについてねちょっと話をしていこうと思います。ニュースなんかでも大きく取り上げられてるんで、当然皆さんご存知だと思うんですけど、白人の警官が黒人を拘束した上で殺してしまって、これを指して人種差別だと言って、まあ大騒ぎをして、まあアメリカでなかなか大変なことになってますよね。僕はひねくれ者なので、こういうことがあると、まあ他に似たような事件ってどのくらい合ってるのとか、逆パターンはどうなのみたいな、そういうことを調べる癖があるんですよ。ということで、アメリカにおいて警官に殺される白人と黒人の数、それから逆に警官はどれくらい毎年殺されてるのかな、この2つをねちょっと調べてみたんですよ。そうすると面白いことが分かったんですね。日本の警察が平成29年度に出している警察政策学会資料から2015年のアメリカの統計データがあったんで、そこから引用しようと思います。この表はこの年に警官が殺した犯罪者の数なんですけど、それによると白人が573人対して黒人は302人ということなんですね。さらに殺されている警官の数に関しても、なんとアメリカでは10年で437人、つまり毎年40人以上もの警官が、まあ、殺されているということなんですよ。この数字は果たして黒人差別だと言えるんですかね。アメリカは銃社会ですから、基本的にみんな銃を持ってます。警官なんて犯罪者の相手をしなければいけないわけですから、当然一番危険なポジションにいるということになるわけですよ。当然現場はピリピリしてるはずです。だって油断してたら逆に殺されてしまいますからね。そうなると犯罪者に抵抗されれば、まあ当然ちょっと過剰防衛になってしまって殺してしまうということだって当然起こりうるわけですよ。これは拘束している相手が白人だからとか黒人だからとか、そういうのとはちょっと関係ないじゃないですか。だって誰だって殺されたくはないですからね。仮に黒人ばっかりがあからさまに殺されてますよっていう話だとしたら、まあそれは人種差別だと言えないこともないんですけど、それはこのたった一件の出来事からは分かり得ないことなんですよ。むしろ統計からは否定されてますよね。そういう意味でも今回のアメリカの騒動っていうのは、僕から言わせれば人種差別がというイメージの押し付けに過ぎないんですよ。余談ですが、日本でも黒人差別に反対しますみたいなね、そういうツイートをしている人なんかは有名人も含めているわけですけど、これはアメリカで起きていることのイメージ戦略に騙されているか、もしくはまあ中国に協力しているかのどっちかですね。チベットとかウイグルの人権問題には一切発言しないに、今回はめっちゃ発信してますみたいな人がいたら、まあ極めてわかりやすいですね。ともあれ、アメリカに根強い人種差別意識があると、これはまあ間違いないことなんですけど、今回の一件に関して言えばそれとは関係ないということです。こう考えると当然のことなんですけど、人種差別というイメージの押し付けを行ってアメリカ社会に混乱を引き起こそうとしている人たちがいるんだということになりますよね。で、トランプ大統領はなんかアンティファっていう組織を、まあ、平和的なデモを暴力的な方向に扇動しているっていうことでテロ組織認定までしてます。ここで僕も含めてですけど、普通の人はアンティファって一体何なのっていう疑問が浮かぶと思いませんか。当然浮かぶこの疑問なんですけど、なぜかテレビとかではね全く教えてくれないんですよね。そこでね、まあ、ちょっとググってみました。アンティファっていうのはアンチファシストの略で、まあ、いわゆる国際的な極左暴力集団の一つということらしいですね。日本でも渋谷でクルド人が、まあ、警官から職務質問を受けて、そこから逃走して拘束されるみたいなところが、まあ、動画で撮影されて投稿されるっていうことがあったんですけど、これに対する反対デモにもアンティファの連中が参加していたっていうことが分かってます。話をアメリカに戻しますが、もともとは黒人男性が、まあ、拘束された上で殺されてしまったということで、平和的なデモが行われてたんですよ。ところがそこに目をつけた極左暴力集団が暴力的な扇動を行って火に油を注ぎまくったという話なんですね。で、サンタモニカの暴動では中国人の留学生3人が、まあ、暴動に協力してくれた人にお金を払うという形で暴力扇動を行ったということで逮捕されてます。これ確実に中国共産党がバックにいますよね。留学生たちは、まあ、中国領事館からの指示で行ったということなんですけど、中国には人民動員法という法律があって、外国にいたとしても領事館からの指示には絶対に従わないといけないという法律があるんですよ。そこに拒否権はありません。日本にだって在日の中国人がいっぱいいるってことを考えると、これはね決して人事ではありませんよね。
さあ、ここで一つ当たり前の疑問が浮かびます。中国ってなんでアメリカでこんなことやってんの？っていう疑問です。これは僕が4つ前にアップロードしている、トランプ大統領の、発言の検証動画と深く関係してるんじゃないかと思います。この動画の中で世界がコロナで大変な時に中国は目に見えて覇権拡大に向けた動きをしているという話をしました。では中国の東アジアでの覇権拡大の邪魔になるものは一体何だろうか考えてみましょう。間違いなく米軍と自衛隊の存在ですよ。コロナの影響で現時点で既にアメリカは空母が動かせなくなってます。この状況でさらにアメリカ国内が混乱してますということになると、いざという時の対処のために米軍を外国に出すというのはなかなか難しくなってきますよね。こうなると中国が東アジアで好き放題やっていたとしても、口を出すことはできても実力行使をすることはできないということになってきます。じゃあ米軍がいない状況での東アジアの戦力である自衛隊はどうなの？ということになれば、憲法9条がありますからね。日本が直接攻撃されない限り周りが何されようが手出しは全くできないわけですよ。周りが制圧されていくのをただ黙って見ているだけです。中国の一番の狙いはおそらくこの状況を作ることですね。ついでに中国に敵対的なトランプ大統領が選挙で落選するということになればさらにラッキーという感覚なんじゃないでしょうか。これらの狙いにいち早く気づいたからこそ、トランプ大統領は当初言っていた米軍の投入っていうのをすぐに撤回したっていうのがあるんじゃないですかね。今回の騒動って大半の日本人はアメリカ大変だなって思ってると思うんですけど、はっきり言ってね、他人事だと思うんですよ。でもね、これ全然他人事じゃないんですよ。米軍が動かせない間にその隙をついて東アジアの海洋制圧が終わったら、次の標的はどこですかね。間違いなく尖閣諸島です。尖閣の次は沖縄、九州ということになりますよ。こうなってしまってから気づいたんでは遅いということです。チャンネル登録、お気に入り登録をよろしくお願いします。また合わせて配信している日本近現代史、朝鮮半島史、学問のすすめの方の動画もよろしくお願いします。